万騎城は、上総国飯泉郡にあった、日本の城。万騎城、摩騎城、万騎城とも表記された。万騎城は、東西と北側を、泉川沿いの崖に囲まれた、東西約500メートル、南北800メートル規模の山城で、東西40から80メートル、南北190メートルの死角をはじめとする3つの角から構成されている。伝承では、応永年間に、摂津国から移った、時時政が築いたとされている。だが、上総時氏の系譜は、不明な点が多く、追記年代及び築城者は不明である。明応年間前後に、時頼元が活躍し、後に、上総時氏の菩提寺となる、海友寺を創建したとされている。後年の小田原攻めの際には、時氏の兵力は1000騎とも1500騎とも伝えられる。具体的な活動が知られるのは、時為頼の頃からで、為頼は、里見義高と婚姻関係を結んでいたが、第二次河野大合戦で、里見氏が敗北すると、後北条氏と結んで離反し、以後一貫した北条方となった。このため、万騎城周辺はしばしば、里見氏や上総武田氏の侵攻を受けた。特に、時頼治の代の天正16年から同18年にかけて、里見氏による3度の攻勢が行われるが、いずれも時氏の勝利に終わっている。だが、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐においては、北条氏に味方したことから、本多忠勝率いる徳川軍に攻め落とされ、米蔵跡と推定される場所からは小兵が出土されている。小田原征伐によって、時氏は滅亡し、万騎城も廃城になったと考えられてきたが、近年になって、本多忠勝が大多騎城に入る前に一時的に万騎城を居城としていたことを示す文書の存在が知られるようになり、実際の廃城は忠勝が大多騎城を居城としていることが確認される天正19年頃と見られている。ありがとうございます。